どうも、パッカーズの谷口です。今日は僕のおすすめの、ロードスターを、紹介させていただこうと思います。ボディカラーがプラチナクォーツメタリックというちょっと特殊なカラーではあるんですけども、まあ、これがあのロードスター 990S という車で、2021年後期からマイナーチェンジがあって、KPC っていうあのキネマティックポスチャーコントロールっていうちょっとなんか名称がよくわからないものがついてるんですけども、まあ、それがあって結構運動性能が良くなったので、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。ではまず外装からいきたいと思います。まずフロントマスクからなんですけど、もちろん LED ヘッドライト、はいはい、がついてて、このアルミホイールが、レイズのアルミホイールになってて、で単造なんですよね。で通常のロードスターが 6.5J に対してこれが 7J でちょっと幅広のホイールになってると。でちょっと結構普通の S グレードともうちょっと差別化がされてるような形ですね。はい。でここで見えるのがあのブレンボキャリパーで、普通ブレンボキャリパーって赤色がね主流なんですけど、これ文字が青色っていう、まあ、ちょっと特殊なものになってるんですけど、まあ、このあの 990S っていうのがなんか青色をなんかイメージカラーとしてなんか作り込まれてるらしくって、まあ、その辺も含めて多分こういった形で作られてるのかなというところですね。であとこれですね、タイヤ純正でアドバンスポーツ、めちゃくちゃいいタイヤが、はい、履かれてて、でサイズの方が195/50R16 ですね。まあ、結構取り回しのしやすい、タイヤになってるんじゃないかなというところですね。ちょっと目立つのがネイビートップ、これがあのそうですね、普通黒色とかそういうのが多いんですけど、この、まあ、990S、 先ほどもお伝えしたように青色がちょっとベースになってるとのことなので、まあ、ネイビートップというところが、使われているというところになります。でこのお車なんですけど、ホロとかあの軽量化とかが結構されているお車で、ホロのインシュレーターとかが取っ払われているということで、こうかなり、ね、薄いんですよ。で通常の、そうなんですよ、ここも1枚だけしかないって感じですね。そうです、もうこれ1枚 で通常の、S のスペシャルパッケージとかそういった形やったらもうちょっと、ね、分厚いホロになっているのがちょっとあの薄くなっているので、まあ、このあたり結構気づかない方おられるんですけど、まあ、こういったところもちょっと軽量化が入っていると。その分音とかは入りやすくなったり、そうですね、結構ねうるさいと思います。はい、で軽量化っていうところでいくと、よいしょ、まあ、これ通常の S モデルとも一緒なんですけど、この内ボンネット裏のインシュレーターも取っ払われていると。要は何も入ってないというか、そうですね、防音材が何もないので、もうやっぱエンジン音とかもそのまま車内とかに入ってきやすいような状態ですね。まあ、それが結構ね良かったりはするんで、まあ、一応一旦かなってとこですね、まあ、車の性能的には。とこれめっちゃ穴開いてるのは軽量化のあれなんですかね。いやこれは多分違うと思います。で軽量化でいったらもちろんこのホイールもそうですよね。通常のアルミホイールよりも1輪あたり 800g で4輪で 3.2 キロの声軽量化がされていると。で通常の S と、同じ990キロっていう表記なんですけど、車検証だとかそのメーカーとかで出せるキログラム、その車重にが10キロ単位でしか記載ができないというとこなんですけど、実際の S よりも、まあ4キロほどですかね、 3.2 からまあ4キロぐらいは軽量化されてるのかなと。このバネ下軽量化の重要性って大さん知ってます？あんまり分かんない。バネ下っていうのがまあこのバネから下の軽量化になるんですけど、これあのボディとかの軽量化よりもまあ科学的根拠はないんですけど、まあ10倍の効果があるって言われてます。体感でとかそういう、
そうですね、まあ、プロとかからするとなんかそういった表記がよくされるんで、1キロ軽量化したら10キロ相当という形なんですよ。純正のアルミホイールとかから、社外の、まあ、単造だとか、まあ、鋳造でも軽いホイールってあるんですけど、まあ、そういうのを1回でもつけたことある人は結構体感するぐらい、その乗り味、まあ、走り出しってとこですよね、がかなりスムーズになるっていうのを経験された方って結構おられると思うんですけど、それがもう純正でもう初めからそう軽量化されているってとこなので、まあ、かなりもう優遇というか、あのマツダが力を入れたモデルだなっていうのはもう見ててわかるかなと。で、普通の S と比べて、まあ、パワーステアリングの制御だとかダンパーのレートが変わってたりだとか、であと ECU かな、コンピューターチューニングっていうところが変わってたりとか、結構変更点が多いんですよね。で、リアのスタビライザーとかがない分、あの初代ロードスター NA ロードスターにちょっと近い乗り味になってるっていうところも、まあ、一つポイントかなと。初代乗ったことある人とかからすると、まあ、かなり、まあ、好きな乗り味じゃないかなというところですね。実際僕もこれちょっと乗ってみたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。まあ、ちょっとあのスタビライザーがないってことでちょっとロールは激しめなんですけど、乗り味としてはもうほんまキビキビ動くし、乗ってて楽しい車、こんなに楽しいのっていうぐらいちょっと楽しくって、で僕もともとホンダ S2000 っていうお車乗ってたんですけど、それに匹敵する楽しさだったかなっていう、ちょっとしか乗ってないんですけど、これはすごい走りにはおすすめのお車かなというとこですね。はい、では次内装を見ていきます。まず内装を見て一番目に飛び込んでくるのがこういったところですね。青のラインが入ってるんですけど、まあ、外装でもブレンボキャリパーの、ブレンボという文字が青色になっているように、まあ、こういうところにも青が使われていると。で、CD とかもついてないので、もう本当に走りに特化したモデルとなってます。まあ、こういったところもマニュアルエアコンだったりとか、はい、まあ、オートエアコンではないよというところですね。まあ、あとドリンクホルダーとか、これタイさん知ってます？あ、ここに付いてるやつですね。あ、そうなんですよ。これ意外と知らへん人多くって、ここに、はい、ドリンクホルダーあるんですけど、これここにパッとこうやって付けれるので、まあここが当たってしまうことがあるので基本はこっちの方がいいと思うんですけど、まあ、ここちょっと使いにくいなっていう方は、まあ、そっちに移動させても、まあ、いいかなと。まあ、これちょっと豆知識です。なんか一人で乗ってるときにここやったら使いやすいですよね。そうですね、こっからこういう感じで取り、できるので、こっちやったらもう右手でこうやってやるか、左手じゃこうやって取れないんで、はい、はい、次ちょっとホロ開けてみますね。ホロ開けるな、ね、そうですね、手動なので、まあ、ここでロックを外して下にやると、まず窓も下がりますと。で、そのまま後ろに、どこや、あ、こうか、後ろにこうやってやってもらって、よいしょ。で、ここ結構力いりますよね。結構いりますね。ここ結構最終押さないといけないので、そうですね。中に乗ったままではやらない方がいいと思います。基本的にはやっぱり止まった状態で、ここは上げてもらって最後押してもらうっていうような流れになってくるかなと。で、このロードスター見てもらったら分かるんですけど、ここがあのボディ色と同じになってるの分かります？まあ、ロードスター ND ロードスターって全部こういった作りになってると思うんですけど、これあのもちろんロードスターってオープンカーなので、そうなんですよ、今見てる感じの、そうなんですよ、内装もボディの一つという考え方で、まあ、こういった形になってるのかなと。なのでオープンの状態で例えばちょっと止めといて外から見てもこういう風に中がボディ色と同じように見えるんで、まあ、かなりおしゃれに見えるんじゃないかなと。で、このお車に関してはこういったネイビートップもあるので、このコントラスト的にもなんかかっこいいですよね。まあ、これが、まあ、オープンカーでも、ここまで結構作り込まれているっていうのはなかなか国産ではないんじゃないかなと。まあ、ND ロードスター初代を原点回帰してるだけあって、まあ、かなり
乗り味もいいお車で、見た目も結構作り込まれているようなお車になります。じゃあエンジンかけてみますね。まあもうホード開けちゃってるんで、もうそのままダイレクトに音は入ってくるんですけど、まあエンジン音とかマフラー音とかも考えても、まあ結構音はしてるのかなと、まあ今のお車と考えては。でフォロー薄いって言ってはったじゃないですか。はい、逆にエンジン音はよく聞けますよね。もちろんめちゃくちゃ走行音はお世辞にも静かとは言えない。まあそれ以上にやっぱり走る楽しさっていうのがこのお車にはあるかなというところですね。はい、ちょっとふかしてみますよ。はい、まあ吹き上がりもすごいね、いいですね。いや、いいですね。ね、いいですね、これ。まあ、もちろん、ワイヤー式のお車とかと比べるとワンテンポ、ほんのワンテンポですけど遅れるんですけど、まあ、それでもオートマだとかそういったお車に比べると、まあ、レスポンスはいい方で、結構トルクフルなので、で 1500cc とは思えない走行性能でもあるので、まあ、結構巷ではこの車で 2000cc があればっていうような声は結構聞くんですけど、まあ、このホロの方ですね、で 2000cc あればと思うんですけど、僕乗ってみた感じでは1500でも正直もう十分やと思ってます。まあ、人によってはね、2000cc っていうのが欲しい方もいるかもしれないですけど、もうめちゃくちゃこれでも速いの で乗りやすいですし、で何よりこのシフトですよね。このショートストロークなので、すごいギア小気味がいいんですよね。うん、もうこのミッションが結構ね、なんて言ったらいいかな、ショートストロークって言いましたっけ、僕。小気味がいいと。そうですね、はい、結構操作しやすいのと、はい、で入りやすいっていうのがやっぱ結構いいので、ここが結構マニュアル設定ある車とかでも、なんか入ってるのか入ってないのかちょっと分かりづらい車って結構あるんですけど、これもちゃんと入ってるっていうのが本当に分かりやすいん で意外とこういったスポーツカーってなんか運転しにくいって思われがちなんですけど、これ本当に運転しやすいお車ですね。まあ、ちょっとバックカメラとかがない分、視認性っていうところがこの車に関してはちょっと弱いかもしれないですけど、まあ、それでも、まあ、普通の休日のドライブとかそういったのに、使うには十分、必要十分に楽しいお車なのかなと。ただ2シーターなので、はい、実用性ではもう全くないというところだけは、はい、まあ皆さん分かるとは思いますけども、はい、ロードスターであればもう2室も、はい、S2000 の使ったりとか、はい、まあ、同じような構造やと思うんですけど、はい、荷物とかってどうしてるんですか。 S2000 の時はもうちょっとトランク広かったんですよ、はい、で間口も広かったんですよね。でロードスターの場合間口もこれ狭いので、本当に段ボール一つもなかなか置けないと。なので S2000 は結構段ボールでも意外と入ったんですよね。ロードスターの場合ってボディ剛性高めるためにこの間口も狭くなっているので、もうほとんど、まあ、荷物っていうものはもう詰めないと思った方がいいかなと。まあ、小旅行、日帰り旅行とか1泊2日ぐらいの旅行であれば2人で行けるかなぐらいですかね。ただ出先とかでお土産とか買ったりとかしたらもうすぐパンパンになっちゃうので、そこはちょっと気をつけないといけないかなと。はい、まあ、僕 S2000 乗ってた頃とかは全然奥さんと、1泊2日の旅行は余裕でした、ね。はい、ただこれはちょっと僕は怖い。 S2000 の場合地味にこの後ろとかがスペースあったんで、カバンとかはここに置けたんですよね。はい、それでこの背もたれのとこですね。これはそういったのもないので、まあ、若干、まあ、そういった点では不便かなというとこですね。まあ、ただその不便以上に
もう乗る楽しさっていうのがあるので、セカンドカーとして趣味の車としてありかなと。ただこの1台だけで全て賄おうと思うと、まあ、なかなかちょっとしんどいかなっていうようなお車ですね。でこのお車の、まあ、デメリットではないんですけど、まあ、一つちょっとそういったところがあって、もともとこの 990S っていうグレードは、まあ、ダンパーからホイールから、いろんなところ手を加えられて、通常の S と比べてかなり作り込まれたような、モデルになっているので、ちょっとねいじりにくいってお車になっています。まあ、通常ロードスター乗られる方って結構カスタムされる方が多いと思うんですけども、まあ、車高値を入れるなりとかホイールを変えるなりっていうのをすると、この車の特性がちょっと消えちゃうってところもあるので、まあ、ちょっといじりにくいお車かなってところはあります。はい、ただもうこのままで、乗るよってことであればめちゃくちゃこの状態でも楽しいので、もうかなりその点では、このまま乗れるというところで、おすすめの車両にはなってますね。はい、パッカーズのおすすめ車の記事は、ホームページに記載させていただいてます。でそちらの方は概要欄からご覧いただければと思います。であとは、このお車の、詳細な情報に関してはカーセンサーの方に、載っけてますので、そちらの方から検索をかけていただいて見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。